月14日午前中の取引を終えました。連休明けの東京市場ですが、日経平均株価は金曜日ですね、先週末に比べて176円と24銭高い 24,026 円81銭でした。24000円台に乗せてきました。 0.7% の上昇です。トピックスも先週末に比べ 4.61 ポイント高の 1739.77 でした。新興市場マザーズ指数が先週末比で 2.54 ポイント安ということで、マザーズのみ小幅安、ジャスダックが11円と37銭高でした。東証一部は堅調な立ち上がりと収縮と言っていいかと思います。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均株価、今日全日経の時点では2万4000円の大台に再び乗せてきています。このあたりで値固めをできるかどうかといったところですが、やや窓を開け気味の上昇でありますので、1回はこの開けた窓が埋まることも想定されます。4000円の節目を挟んだ攻防となるかもしれません。今日午前の段階では4000円台です。中東リスクがやや低減しているというふうに市場は受け取っているようです。そしてアメリカ政府がこの連休中に中国を為替操作国という指定から解除したということで、米中の歩み寄りが見られると。中東情勢の落ち着きに加えて米中歩み寄り、このあたりが今朝の東京マーケットでも買いの安心感につながっているようです。為替の動き見ておきましょう。こうしたことを受けてなんでしょうか。ドルを買う動き、つまり円側から言いますと円安ドル高になっていますけども、ドルが買われていまして、今1ドルが110円の節目に乗せてきています。この時間110円の7銭から8銭での推移、円安株高といったのが今日の午前中の東京市場でした。こうした中で個別銘柄の値動きでありますけども、ロボットですとか機械関連が今日は買われています。大きいところでは6954ファナックですね。ファナックも日経平均との連動性が高い銘柄でありますけども、日経平均が上に伸びていて、ファナックも上に伸びている。ファナックは25日移動平均線をオーバーするような勢いを見せています。ロボット工業会という業界団体がありますが、ロボット工業会の発表によりますと、今年ですね、ロボットの受注が去年に向けて上向きそうだというような観測が出ているそうです。このあたりロボット関連銘柄への追い風になっているようです。ファナックしっかりの動きでした。一方で小売り関係の決算発表相次いでいますけども、業績が悪いところですとか下方修正をしている銘柄、先日のファストリもそうでしたが、7453良品計画も下方修正を発表しました。良品計画に至っては今日はかなり極端な動きで、ストップ安を交えながらの株価推移となっています。こちら先週末ですね、2020年2月期の通期の業績見通しの減額修正を発表しています。韓国で日本製品の不買運動が続いている、さらに香港で大規模のデモの影響があったということで、韓国ですとか香港の売り上げが低調だったそうであります。また国内要因では何といっても消費増税でありまして、増税に合わせた反則キャンペーンを展開していましたが、反則キャンペーンのおかげで利益率がやや悪化したということであります。このあたり小売業態にとっては消費増税が厳しいというのが業績面でそろそろ裏打ちされて証明されつつある格好であります。ストップ安を交えての極端な売りにさらされています。今日の東京市場全体的には中東情勢の落ち着きや米中が歩み寄る気配を見せているということで、全体的には買い気が優勢していまして、日経平均株価は2万4000円台を回復して引けました。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。